ちょっと待って、どういう状態ですかね。はい、どうもこんにちは、ドーバルミンです。めちゃくちゃ向いてないの知ってるくせに、そういう言うよね。やってみる、うん、はい、どうもこんにちは。チャイ、今日はですね、ゲストにですね、なんとってやってみる。MC になったらゲストはね、ドーバルミンチャンネルちゃうんかい。YouTuber デビューだから、YouTuber っぽくいけよ。安い YouTuber の顔してさ。ちょっと待って、でも、ちょっと今ね、イメージしないと、うん、始まってるの、もうこれ。じゃあやってよ、さっきの。もうさっきのやってよ。はい、どうもこんにちは。カメラ目線で、そう、みんな見てるから。できねえ。なんだよ、それ。できねえ、そんな。できない。まあいいや、でも撮ってんだったら、いいよ。じゃあ始めるけど、うん、ドーパルフィンチャンネルです、どうも。もういくつかね、歌とかパーカッション の配信というかね、もう撮って上げさせてもらってますけど、早くもちょっと違うことをどんどんやっていこうということで、今日はですね、ちょっとお話をしよう、トークをしようということで、ゲストを紹介します。本質翻訳家、漫画家、もういろいろ、もう何か、はい、職業は山田玲司です。山田玲司です。イエーイ、ありがとうございます。最初のゲストとして、はい、ありがとうございます。今日来ていただいてありがとうございます。いいとまで行ったら桜田純子だな。第1回すごい記念だよ、はい、うん、はい、もう多分50万回くらい再生されるから。マジか、うん、今のとこまだ20回で、いいの、ゲストさん紹介しよう。いつも一緒にやってる赤澤やすし、イエーイ。このね、れいちゃんは、うん、僕はまあ19ぐらいの時から、うん、そうね、ずっとこんな感じなんで、うん、よく喋ってるんだけど、うん、お兄ちゃんとれいちゃんは、うん、なんかちょいちょいこう顔を合わせているけども、そんなに、うん、話してないよね、うん、っていう、ね、うん、お互いに、うん、あ、赤の兄ちゃんなっていう頭の中にあって、うん、俺の兄ちゃんなっていう、うんうん、兄ちゃんからしても、うん、俺の彼はよく話を聞いてるから、うん、あ、れいちゃんねっつって、そうな、うん、来てるねとかさ、うんうん、お互いに多分、うん、イメージの中では、うん、相当来てるやつ同士の話です。いやでも本当、大間さんは本当にずっと、ずっと何年 もう聞いてるんで、ね、そうね、もう、うん、何十年だよね、親しい気がして、でも会えばね、まだそこまで の、うん、たまにご挨拶は何度もしさせていただいてますけど、ね、ライブで絶対会ってるもんね。そうですね、そう、まあ、お会いしたの、うん、お会いすればご挨拶はっていうような感じの、うん、関係でございます、うん、今のところは、うんうん、そうね。仲いいよね、君らね。仲、そうだね、普通だと思ってるんだけど、いやーで一緒に暮らしてるじゃん。そうだね、うん、うん、スチャダラパーより仲いいと思う。あんま兄弟、うん、そうチェッカーズより仲いいんじゃない。チェッカーズも兄弟か、多分いい。そう、石原慎太郎よりも仲いいんじゃない。え、なんかね、太鼓で2人でリズムデビルへの道って、うん、やってる、うん、撮り始めて、うん、だけどこれ普段、うん、撮ってなくてもやってたりする。うん、普段をこう撮ればいいじゃないかっていう感じなんだけど、うん、普段何喋ってるの、これ兄弟で。いやー、まあ歌ってたりするね。歌ったり、まあこの同じところに住んでるからには、その、うん、これここに置いた方がいいんじゃないのかと、その、インテリアの話だったりとか、植木鉢の話、植木鉢こっちずらした方がちょっとあと10センチ8センチかなとか、うん、そういう話。どれくらいの位置に植木鉢置くかって話してんの、兄弟で。面白いね、うん、あるべき場所探してんの。ソテツはもうちょっとこっちじゃないかみたいな。大事だよね、やってるね、あるべき場所探して。やってる。あ、いつもだからあれだよね、うんうん、ステージで叩いてるところめっちゃかっこいいよ。あら、本当に本当に、いや俺ほんと楽器の中で一番リズムがダメなんだよ。だから尊敬しちゃって、よくまあ手足、あ、自分でやるとしてってこと、ね、手足、そう、もうドラム叩いてみて一瞬で無理って思った。手足が、うん、全然違う動きしながらリズムをキープしなきゃいけないし、うん、しかもなんか何か空気を読んで、ね、なんならもうここは走るとか
ここは持たすとかいうとこまでコントロールするわけでしょ。はい、ね、なんで源さんは、はい、あのリズムに行ったの。俺はもう、まあ、中学ぐらいから音楽好きなんだけども、うん、やっぱドラムスってものにこのあのやっぱ興味があって子供の頃から実は、うん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 、である日そのテレビで、うん、加藤茶がね、ドリフトドラム叩いてたのを見て、あれこの人面白いだけじゃなくてドラム叩けるんだと思って。そうだ、びっくり。ビートルズの前座だもんね。そうそうそう、うん、それで憧れちゃって、うん、いつか俺もできたらいいなってその子供の頃思ったことがあります、うん、へー、あれだよね、ベストヒット USA 世代だよね。そうそう、その辺見てたんで、うん、その辺のヒットチャートが、うん、パープルレイン、パープルレインの頃ですね、うん、ちょうど中2だから、うん、84年ですよね。うん、世代近いから。いや、すごい若いだ。俺大学入った年。あ、まあ、あのちょうど真ん中くらい。そう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 、一番年上に見えるんじゃないかってあれですか、ね。ゲンさんが真ん中ですから。私真ん中。そうそうそう。あ、じゃああれだ、プリンスってことは同時にマイケル・ジャクソンもいたし、そうですね、マドンナもいたし、うん、スティービー・ワンダーもいたし、パッタイムラバーですよ。パッタイムラバー。それ言いたかったでしょ。パッタイムラバー。パッタイムラバーって言ってあの頃。へぇ、ディスコに行ってたのじゃん。ディスコとか中学生ですからね。そうか、そんな憧れてる、憧れる、憧れいいな、なんかあのディスコ行ったらなんかいいことあるんじゃないかみたいな、いいこと思ってましたけどね。いいこと今浮かんだのも一個の世界しかない。そうね、うん、そ, のその頃って言ったらね、うん、もうヘビーメタル、うん、あ、そう、一旦メタル入ってた、メタル通ったね、高校ぐらいだったら、ね、そうですね、うん、あー通るよね、メタルは行きました。え、誰が一番好きですか。俺はまあ月並みですけど、メタリカとかそういうような、あ、はいはい、コテコテのが結構好きでした、ね、やっぱり ACDC もちゃんと通って、 ACDC も相当好きですよね。モトリークルとか もう一応通ってますね。その影響を中学生とか、あ、お前が小学校の高学年とか中学生の時に受けてる、一応、うん、お前引けとか言われて、そう、まあ、家にある日、うんうん、あ、だんだん兄ちゃんがなんか髪伸ばし始めたなとか、ああ来たなと、うん、渋谷系だな、んかどっかからエレキギター借りてきたとか、うんうん、バンヘイレンのモデルだったり、うん、いいね、うん、そういうのを弾き始めて、うん、でちょっとなんかどっかでライブやるぞとか行くと、うんうん、まあ、中学生とかでも見に行ったりとかして、うん、そこで、あ、なんかこういうことやってる人がいるんだみたいなね、うん、だからその音楽遍歴をそのまんまこう影響をずっと受け続けてきてる。得だよね、お兄ちゃんが。得、得持ってきてくれるから、うん、そりゃそうだね。千秋の青海まで持ってきてくれる、千秋の喝采、喝采まで持ってくれるから、八代秋まで持ってくれる、八代秋とかね、そう、まあ、最近ですね、まあまあまあ、最近、最近、まあ、だからそう、ま、俺は自分の世代からするとませてたなって思うのね。そうだよ、うん、ガンズだから、ガンズ&ローゼスだから、ね、ナナナナナイーだから、ナナナナナナイーって言ってたな、この世代は。そう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 、高校生でしたね。それチーマーとか、うん、あの暴れ出す頃の世代、そうですね、ね、その頃でしょうね。そうだよね、だ、まあ、うん、バンドやるっていうことが、うんうん、そもそも、うん、あの発想になったのは、それは影響なんだと思うんですね。そうだね、もらったの、まあ、姉ちゃんもバンド。そうなのよ、俺バンドやってんだよ。動かしてる最近。いやいや、やってないけど野望は残ってるよ。野望常に。ただもうチューニングが合わない。そうか、もう一回ちょっと一回リハビリしよう、一回リハビリしなきゃいけない。して、そうそう、ローコードからやり直さない。やっぱやろ、うん、そこはもう、そうそう、あれどう思ってた、シャムシェード。誰ですか。知りもしない、知りもしないと。最高、うん、最高、本当に。グレイトフルデッドが始まった時はもう雰囲気違った、うん、ああ、なんか本物に合っちゃった、新しい、なんか音楽を聴くだけじゃない、なんか精神的な話っていうの、うん、が始まったの、うん、なんだこれはっていう、うん、でこっちももう感受性豊かな方だから、うん、めっちゃ影響されるから、うん、人に影響されやすい、ものすごい影響されるから。変に素直だから、すごい素直だよ、うん、実はそうな、うん、それからもうそれこそ宗教から、うん、自然から、うん、ね、そ、哲学っていうかね、そんな当時哲学の手の字も知らないけど、うん、あの意識の話とか、うんうん、感覚の話とか、うん、それもドラッグカルチャーのことだったりなんだったり、うん、この本読んでごらんとか、うん、なんとか、こっちももう、うん、もう乾いたスポンジのように、そうだな、
バー読んだりなんだりバーして、うんうん、ジェリー・ガルシアが94年に死んだって時に、うん、俺もショックものすごくショックを受け